ここに特殊案内所があります。お風呂の方です。はい、今日はですね、枚方市内ではこちらの枚方駅とそして牧野駅にありますモバイルバッテリーレンタルというのをね、今日はちょっとやってみたいと思います。はい、携帯で登録をしていきます。 LINE であったりとか、あとメールアドレスだけでも、登録できるようです。ここは、では実際に QR コードを読み込んでいきましょう。ここに、ここに特殊案内板があります。すごい。数も考えると4つぐらいしかマックス入ってない。はい、こちらですね、裏にコードもついてまして、よいしょ、いろいろな種類があるので携帯に合わせて使っていただくこともできます。何と何となんですか。どういうこと？USB Type-C とマイクロ USB とライトニングじゃない、多分ライトニングしかわからないです牧野にやってきました。ではこちらのバッテリー返したいと思います。お、無事に返せました。これだけ？どうぞ。はい、お風呂の方です。プーさんのモノマネをさせていただきます。チャンネル登録よろしくお願いします。